はい、どうも、大阪神戸スパーズです。神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのシュンシュンです。はい、今回はローンウォッチ第11回目の報告をしていきたいと思います。第11回目では CCV、ボーデン、パロットの3名について振っていきます。まずは CCV からいきますと、CCV はセントミレン戦とセントジョンストン戦にそれぞれフル出場となっています。まずはセントミレン戦からですね。この日そうですね、まあ言ってしまえば結構普通なんですけど、まあやっぱり競り合いはガチで強くて、相手と競り合っては全く負けないですね。で、ただこの競り合って負けないのが打点が高いからなのか、フィジカルで最初からボール、ポジション奪っちゃってるから、まあ勝てるのかは分からないんですけど、まあ普通にはやっぱり競り勝ってましたねと。で、あと良かったのが、すごい泥臭いプレーがあって、競り合った後にその後タックルでボール奪うみたいな、もうすごい泥臭いプレーがあったんですけど、なんかまあ結構 CCV ってどっちかっていうとそういうタイプだと思うんで、まあそういうプレーがすごい自分個人的には良かったかなって思いますね。あ、ただ一回良くなかったのは自陣でちょっと危ないボール扱いでちょっとボール奪わりかけることがあって、それがちょっと危なかったのが良くなかったかなぐらいで、まあ他はまあ普通、結構普通だったかなと思います。浮き玉の処理にちょっとプレスかけられてね、ピンチに変えてましたね。まあ、あとは押し込む、かなり押し込む展開で、 CCV 自体がファイナルサードぐらいまででボール受けて、まあそれをペナルティーボックスに縦パスレートチャンス作ってたっていうのは良かったかなって感じですね。はい、そんなところですかね。とで、次がセントジョンストン戦ですね。まあ、この試合もフル出場なんですけど、まあ、この日はもうあまりボールが全然来なかったんで言うことないかなって思いますが、どうですか。まあ、守備はほぼ何もなかったですね。まあまあ、スイッチ入れる縦パス、早い縦パス入れれたのは良かったかなって感じですね。それが何本かあったんで、まあまあ守備は何もやることなかったですけど、攻撃でも貢献できてたんで良かったかなって感じですね。はい、わかりましたと。次、ボーデンですね。ボーデンは、バロー戦に70分からの出場、ハートリプール戦に、65分までの出場となっています。まずはバロー戦からですね。まあ、70分からの出場って結構ボーデンは珍しいかなと思うんですけど、まあまあ70分からの出場にしてはまあまあ良かったのかなっていうのがあって、まあ、ターンして、まあ、スペースにパス出してると、結構スペースにパス出すのがまあ、最近多いんで、まあ、それをしてたのと、まあ、タックルでボール割ってちょっとカウンターの起点になりかけたプレーが良かったんですけど、それはファールで止まられてしまったんですけど、まあ、それが良かったかなっていう感じで、まあ、70分からの出場にしてはまあまあ良かったのかなっていうふうに思っています。はい、特に言うことないです。一緒です。はい、ありました。次、ハートリプール戦ですね。まあ、ハートリプル戦は逆にスタメンからの出場で65分までの出場となっていますが、まあいつもよりはボールタッチが多かった、気持ち良かったかもしれないですかね。まあ自陣でボールダッシュしたりするのと、まあ、あとグラウンダーのシュートとか打ってたにはね、ゴール前の近くで、それはまあ良かったかなと思うんですけど、まあいかんせんボールへの関与が多いわけではないので、まあ、中盤の選手としてはもっと関与してほしいなとは思うんですけどね。驚くほど本当に軽い守備でかわされるものは本当どうにかしてほしいですね。まあそれ以外攻撃面で言ったら、ミドルしっかり打てて積極的に打とうとしてたんですかね。4本ぐらい打ってたかな。まあ1本惜しいシュートもあったし、あとゴール前に浮き球の素晴らしいパス出せてたんで、それは良かったかなって感じですね。あれ通ってたら1点やったんで、まあまあまあいつもよりは良かったんじゃないですか。守備ちょっとどうにかしてほしいですね。はい、というのがボーデンでしたと。次がパロットですね。パロットは、林間戦に、60分からの出場、ジリンガム戦に、85分までの出場となっています。まず林間戦ですね。まあ、この日60分からの出場やで、まあ、ちょっと下がり目のポジションやったんですけど、まあまあ60分からの出場としては良かったかなと思ってて、まあ、まず縦パスリターンして、まあ、その後
ドリブルしてシュートを打ったシーンがあって、まあ、正面やったんですけど、まあ、このプレーはまず、まあ、よかった、すごい良かったかなと思います。であと、チームが点入れた時に、その起点がパロットになってて、自陣でターンしてパスしてもう一回リターンを受けてそれからまた味方にパスしてっていうところから、まあ、ゴールまでつながったんで、まあ、ゴールの起点になれたんで、まあ、この試合全然、まあ、出場時間はそんな多くなかったですけど良かったかなと思います。そうですよね、結構60分からの出場にしてはかなり印象に残るプレーやってたかなって感じですね。まあ言ってくれてた他に、まあ、2ライン間での中央でボール受けてボール保持であえて引き連れて、左に出したりっていうプレーとかがあったんで、あと結構プレスバックでボール奪ったりとかゴール前に戻ってクロスブロックしたりとかしっかりチームに貢献できてたかなって感じですね。はい、というのがリンカーン戦でした。次がジンガム戦ですね。この日はまあスタメンで85分までって結構長い時間プレーできたんですけど、うん、逆に良くなかったですね。良くなかったですね。もう本当にボールもらっても失うこともあるし、そもそもボールが全然もらえないっていうか、まあ、もらえるところにいないのかな、わからないですけど、まあ、ボールタッチが少なかったんで、もうなんか85分も出てたけど全然チームには貢献できてなかったんじゃないかなっていうふうに思います。タッチミスも多かったしボールのコントロールミスも多かったし落とし合えへんかったりとかなんか良くなかったっすね。そうですね、全体的にプレーが雑やったっていう感じはありますね。はい、はい、そうですね。あとすごいイライラするんですよね、すぐ味方に対してイライラするのがなんかすごい良くないなっていう印象があるんで、ちょっともうちょっと冷静にやってほしいですね、うまくいかない時も。そうですね、というのが、ジリンガム戦でしたと。これで、まあ、パロットも終わったんで3人全員の話を終えたんで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。